世界がね、高かったですか。非常に高かったです。さんにお話伺ってまいりましたが、実はさんさん今日もう一方ゲストをお迎えしたいと思いますので、一歩左手に寄っていただいてよろしいでしょうか。それではもう一方素敵なゲストをお迎えいたします。歌手の倉木麻衣さんです。どうぞ。ようこそお越しくださいました。こんばんは。こんばんは。さあ、もう2人がステージに揃われて華がありますよね。素敵ですね。奥さん、いよいよ世界の超人が東京に集うわけですけれども、東京2020大会に倉木さんがどんなことを期待されますか。そうですね、こういうふうにお聞きいただいて、2020年もうすぐ、私もワクワクしてるんですけども、ちょうど今選手の皆さんがトレーニングを行って努力されて、メダルを獲得しようと日々頑張られていらっしゃると思いますので、皆さんの夢が形になって叶っていただけたらなという思いと、本当にそうですね、日本で2020年ゆっくり聞いててくださいね。よろしくお願いします。それでは倉木さん、よろしくお願いいたします。それでは2020年オリンピック・パラリンピック、皆さん一緒に応援していきましょう。短い時間ですが、精一杯心を込めて選手の皆さん、そして皆さんにエールを送る気持ちで応援ソング、スタンダップベストオブヒーローを続けて2曲聴いてください。
でいよいよ第1回目の上映時刻が近づいてまいりました。ここからはご出演の皆さん、そして会場にお集まりの皆さん全員で声を、そして心を一つにしてプロジェクションマッピング映像の上映カウントダウンを行いたいと思います。10秒前からカウントダウンをしまして、3、2、1の後はゼロではなく、皆さんスタートと一緒に言ってください。いいですか？3、2、1、スタートの掛け声でスタートいたします。よろしいでしょうか？ OK ですか？皆さん、よろしいですね。さあ、それでは皆様、あちらの東京ビッグサイトの逆三角形の壁面にご注目ください。ではステージ上も分かれましょうか。クラキさんとさあさま、あちらにお願いいたします。ありがとうございます。その映像に合わせて皆さん声を一つにカウントダウンをお願いいたします。それでは参ります。東京ビジョンプロジェクションマッピングの
ございました。さあ皆さんご覧いただきましたがいかがでしたか。すごかったですよね。どうぞ倉木さんと皆さん中央にお戻りください。素晴らしさと東京の魅力をテーマとしました東京2020大会をさらに盛り上げるために制作されたプロジェクションマッピング映像をご覧いただきました。そうそう、いかがでしたか。なんだか選手に戻った時のように思って今からなんか戦うんだなっていう感じの気分になっちゃいましたね。なるほど、気持ちが高まってきますよね。倉木さんもいかがでしたか。いや、そう感動しました。もう一回見たいって感じて、本当にたくさんの方に見ていただきたいですし、あとどんどんこう前に前にってこう気持ちが上がってくるような、はい、とっても情熱的なプロジェクションマッピングで、まさきワクワク2020年を迎えそうな気がしますね。またオリンピックすごく楽しみに映像となっております。こちらの映像なんですけれども皆さんぜひこの後もお楽しみいただけますのでたっぷりと見て帰っていただければと思います。さあではステージはここまでとさせていただきます。本日は素晴らしいステージを披露してくださいました澤野丸さん、そして倉木舞さんありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてオープニングセレモニー終了となりますが、この後は皆様右手後方のパナソニックセンター東京のガラス壁面にプロジェクションマッピング映像を上映いたしますので、こちらも合わせてお楽しみください。この東京ビジョン 500days to go night ですが、本日から24日までの4日間プロジェクションマッピングの上映だけではなく、皆さんの応援メッセージを壁面に投影する足をお運びいただき、応援メッセージにもご参加ください。それではどうぞこの後パナソニックセンター東京の壁面のプロジェクションマッピング映像もご覧いただきますので、皆様ご利用いただいてよろしいでしょうか。お願いいたします。